畳とリールは新しいものに限るということで、シマノの最新作です。21パルケッタ 150DHHG ダブルハンドルのハイギアですね。何を乗リールかというと、オフショはいわゆる船釣り用のリールなんですけれども、 全く同じの2台買ってますリールを揃えておくとタックルチェンジした時に違和感なく操作できますしで2セット以上タックル持ち込んでおくと船の上でどっちかダメになってももう1セットあるよという形で1日釣りは続行できますんでまああえて同じもの 2台買ってます21バルケッタなんですけれども価格の方は1万5000円ぐらいです中級機種の一つ下ぐらいの位置づけで考えてもらえればいいかなと思うんですけれども2台いっぺんに開けてみましょう、まあ、先ちょっと軽く触って。 ライン巻きましたんで、開封レビューというわけじゃないんですけれども、こんな感じですね。どうですか黒い、ブラックボディ。はあ、しっくりいきますね。ギアは、70。うん。で、特徴なんですけれども、ここに、 デジタルカウンターついてるんですよ。これで推進がわかるということですね。あとは特に裁判な部分ないんですけれども、普通の手巻きのリールで、ここで推進が常に把握できるという、そういったリールになります。 バルケッタのデジタルカウンターなんですけれどもこの黒いボタン一つで全ての操作が完結しますなので僕みたいなアナログのダメダメ野郎でも余裕で扱えるシンプルな操作ボタンをポチッと押しますするとゼロ設定 で、クラッチ切って、仕掛けを身に落とすと、スルスルスルっと、糸が出ていって、ここに10センチ刻みで水深が表示されます。今だったら2メーター40っていうことですね。で、パチッと、クラッチ戻して、巻き上げていくと、 表示がゼロに戻っていくということですね。でもう一回ボタンを押すと夜釣り対応のライトが点灯します。ま夜、あ、だきのイカ釣りなんかではありがたい機能ですね。なんか作業して表示がおかしくなったときはボタン長押し。 これでまたゼロ設定戻ります。で使い終わって表示を消したい時はずーっと長押し音がして消えます。このボタン一つで操作完結しますんで本当に簡単。 これなら僕でも扱えるっていう感じですね。電動リールとかだったらボタンがいっぱいついてて設定が複雑だったりとか正直僕には扱いきれない機能がいっぱいついてるんですけどこのバルケッタのデジタルカウンターは僕でも扱えます。ということは誰にでも扱えるという シンプルな機能ですね。素晴らしい。デジタルカウンターの有効性についてなんですけれども、これがあると自分の仕掛けが今現在何メートルのところにあるかということが正確に把握できるわけです。フグとかタコとか そこをずっと釣っていくような釣りではあまり必要のない機能なんですけれども例えばタチウオだとかイカメタルなんかでは魚がそこから随分浮き上がって中層あたりにサスペンドしてるような状況って非常に多いわけです、まあ、まず船長からアナウンスが入って 水深100メーター、80メーターから70メートルまで反応がありますという形で、魚探の情報をもとに船長が何メートルラインに魚がいるかっていうことを教えてくれるわけですけれども、このデジタルカウンターがなかったら、P ラインの色の変わり方で把握していく必要があるんですけれども、 かなり神経使えますし難しいわけです。そこをですね、このカウンター機能で一発クリア。80メートルから70メートルまでこの10メートルだけを丁寧に攻めたいというような時も推進細かく把握しながら操作ができると。 ということですね。なので、船に乗って対象業次第でものすごく有効な機能になるといったシステムになってます。今回僕が買ったのはバルケッタの150っていうサイズなんですけれども、メインで想定してるのはタチウオのジギングと イカメタル。あとはシャローエリアでのタイラバーですね。タイラバーでも 200g 以上のシンカーを使ったディープタイラバーはちとしんどいぞといったコンパクトボディです。PE の0 8号あるいは1号ぐらいを 300メートルきっちり巻き込めるラインキャパシティはありますんでそのクラスのライトラインを使った釣りではものすごく汎用性の高いサイズかなという印象ですね PE の1.5号とか2号とか巻いて 青物でバリバリーといったリールではないです。これはシマノのグラップラー150ですね。ニューモデルになります。でバルケッタも同じ150番台なんで巻き上げのパワーなんかはある程度似通ったものになるんじゃないかと思うんですけれども。 このグラップラーのニューモデルが発売された時は、シマノの案内として、コンパクトサイズだけど、巻き上げのパワーすごい向上しましたと、力感ありますせーっていう感じだったんですけど、何回か使ってみて、そこまで大物相手にバリバリというリールでは、 やはりないなぁという感じで、1メーター超える太刀魚だとか、35ぐらいの赤旗でも、ちょっとしんどいぞという感じでしたから、結局150番台となると、ライトラインで小物中物っていう釣りに、 向いいいいててるんじゃないかなかというとうころに落ち着いてま,すまあオフショアで青物とかでかい魚相手にバリバリとなったらシマノの場合は300番以上がいいかなといったまとめ方に落ち着いてます。というわけで今回はシマノの最新モデル バルケッタ150のレビュー動画でございました。最大の特徴はやっぱりデジタルカウンターで今現在自分の仕掛けが何メートルのところにあるのか正確に把握できる部分にありますんで、それが強みになる釣りで活躍してくれそうです。 水深に関係なく自分の狙った水深を的確に吊り込めるというところが最大のメリットですね。また中央ジギングであったりイカメタルであったりまた使っていきたいです。どうもありがとうございました。それではさようなら。バイバイ。